サンティアゴ・アティトランのマシモン・マシモン、または、リラッハマムは、マイア人の一部で信仰されている神格。グアテマラのソロラ県サンティアゴ・アティトランのマシモンがよく知られる。他の地方では、サンシモン、フダスのような別の名前で呼ばれる、同様の神格が信仰されている。名称、姿形、伝承は地方によって異なるが、タバコをスイラムシを飲むことで知られる。 マヤの伝統的な神格とキリスト教の融合の産物と考えられている。西洋風の風貌を持つケツアルテナンゴ県スニルのサンシモン・マシモンは、その由来も語源もはっきりしない。本来、マシモンと呼ばれていたのはサンティアゴアティトラルのものだけで、他の地域では別の名前で呼ばれていた。16世紀にメソアメリカを支配したスペイン人は先住民に、 キリスト教を強制したが、スペイン人司祭の数は、不足し、17世紀になると先住民の信徒同士の、互助組織であるコフラディアが広まっていった。サンティアゴ・アティトランでは、特に、スペイン人の支配があまり行き届かず、宣教師は村に常駐しなかったため、伝統的な信仰形態が残った。マシモンは、聖十字家のコフラディアが世話する。ツトヒル語では、古代の祖父を意味する。 リラフハマムの名で呼ばれる。これは、かつてのワイエブの祭儀のバカ武神の床端命と同じであり、死と再生を司るバカ武神の基本的な特徴と機能を持つ。その一方で、キリスト教などの影響も見られる。言い伝えによると、マシモンは、フランシスコ・ソフエルという人物によって、地域社会の道徳を守ることを強制する目的で作られたとされる。また、 マリア・バツバルという妻がある。しかし本来の目的を逸脱し、自然の不安定性の人格化になっている。マシモンは人々に病気や死をもたらしたり、トウモロコシを枯れさせたり、洪水や嵐を起こすとされる。サンティアゴ・アティトランのマシモンは木製の仮面像で、塔以外の胴体は、藁と木組みだけからなり、かかしに似ている。1 9五十年代までは、全身像は、 聖臭館や祭日のみに見られ、それ以外は頭のみだった。サンティアゴ・アティトランでは復活祭に先立つ、聖臭館にマシモン関係の行事が行われる。月曜にマシモンは解体されて、衣が現れ、人々はその死を嘆く。火曜に再生が祝われ、水曜に礼拝堂に安置される。聖金曜日には死んだ、キリストの行列の後ろにマシモンが加わり、 キリストを追い抜いて走って、コフラディアに戻る。マシモンが先住民の姿をしているのに対して、サンシモンは、ラディーノの服装を身につけている。聖シモンの日である10月28日に儀礼を行う。マシモンに比べると、マヤ神話との関連性は低い。マシモンは、イスカリオテのユダに由来するフダスとも関係があると、されるが、 フダスの扱いは地方によって大きく異なる扱いを受けている。メキシコのチアパス州アマテナンゴでは、フダスは悪魔とされ、トウモロコシの成長を妨げるとされる。また先住民を虐げるラディーノと同一視される。ありがとうございます。